ヨーロッパプレイヤーの皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。いよいよ2014年ファイナルファンタジー14初のファンフェスティバルにて皆さんにご報告したヨーロッパデータセンターがオープンとなります。今年もヨーロッパでは様々なイベントを行ってきました。5月にはフランスのナントにヨーロッパのメディアの皆さんをお招きして行ったメディアツアー、そして6月ヘブンズワードのリリースがあり、7月はジャパンエキスポ、8月はゲームズコムと、今年もヨーロッパのプレイヤーの皆さん、メディアの皆さんにたくさんお会いする機会を作れたんじゃないかと思ってます。そのヨーロッパイベントの締めくくりとして、いよいよヨーロッパデータセンターがオープンするということになります。より早くより快適になる、そのファイナルファンタジー14のプレイ体験ですが、現在プレイをしていただいているヨーロッパプレイヤーの皆さんは特に何か面倒な手続きは必要なく、皆さんのキャラクターデータなどは我々スクエアニックスが責任を持って自動移転をさせていただきますので、皆さんは快適となったそのファイナルファンタジー14のさらなるプレイをお楽しみいただけたらと思います。さらに11月上旬にはパッチ 3.x シリーズのスタートとしてパッチ 3.1 がリリースされます。こちらではメインストーリーの新たな展開、そして新たなバトルコンテンツ、24人での新たなレイドシリーズ、そしてロード・オブ・バーミニオン、ミニオンを使った遊びですね、さらなる今までファイナルファンタジー14にないタイプの遊びもどんどん詰め込まれていますので、こちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。このヨーロッパデータセンターのオープンとパッチ 3.1 のリリースは、現在プレイをしていただいている皆さんにはもちろんのこと、現在ファイナルファンタジー14のプレイをお休みしている方、そしてまだファイナルファンタジー14をプレイされてない方にとって、ゲームをスタートするには非常に良いタイミングだと思っていますので、ぜひエオルゼンの世界を訪れてみてください。それではまたファイナルファンタジー14エオルゼンの世界でお会いしましょう。